箱。熊取、熊取。あ、はい。漏れました。明るくしとこう。あ、いや、いや。できた。皆さん、お久しぶりです。ショールーム、今年初、明けおめ。漏れてる。はい。そして私、向井地美音、お誕生日おめでとう。イエーイ ありがとうございます。たくさんコメント嬉しい。ちょっと待って、もうタワーが立っている。早っ。札幌たけちゃん、みおんさん、ありがとう。そしてまりなちゃん、ありがとう。お、自分も今日誕生日です、おめでとう。はい。ってことで、26歳になったので、お誕生日配信していきたいと思います。かわいい、周りがパーティー画面になってる。アラサーって言うな。26。逆になるんだっけ、これ。どうですか、今。こうか。合ってる？ 合ってた。とりあえずスクショして。おーっていうのが来てる。え、待って、タワーめっちゃ来てる。すいません、ありがとうございます。見ていく。ちょっとね、見逃すと読めなくなっちゃうので。マサさん、ありがとう。そして、たけしさん、ありがとうございます。うお、タナビーさん、すごい。2倍。あ、今のおーってやつだ。ありがとうございます。かわいいクマ。ですかね。はい。ってことで、お誕生日。誕生日ですよ。やばい。嬉しい。楽しい。はい。そう、昨日は、まあ、ひーちゃんの卒業公演があって、その後リハーサル、ゆうちゃんのプロデュース新公演の方のリハをね、もう最近は毎日、朝も晩もやってるんですけど、なんか結構公演前と後にくっつけてやることが多くて、だから朝も早いし、結構夜も遅くて、昨日も前もやったし、後もやったんですけど、っていうので、ちょっと帰ってくるの結構遅くなっちゃったので、配信はもう今日ゆっくりしようと思って、年越し配信はできなかったんですが、すいません、こんな夕方の中途半端な時間なのにみんな来てくれてありがとう。いや、マジで今月は本当に鬼スケ、もうね、メールでもすんごい忙しいアピールしてて申し訳ないなって 思ってるんですけども、三沢状態。あー、大変だわー、覚えることいっぱいあるわーっていう感じなんだけど、もう出さずにはいられないぐらい本当に大変で、なんかここ数年で一番覚えることの多い1ヶ月間に、1、2ヶ月間だった気がする。えぐいです。えぐかった。まあでも、始まり、ユーナー・モギョンコンサートがまず年始にあって、からの茂木さんの卒業公演とか、まあそういう、やっぱ卒業公演でもね、新しくみんなで曲を覚えたりとかもするので、それもあったし、でしかも茂木さんは全部特別公演だったので、やったことない曲とかもたくさんあって、でさらにひーちゃんの卒コンがもうダンス曲たくさんあったので、頑張って覚えてですね。で、それが終わる前に2月の公演のレッスンが始まるっていう、結構もうカオス状態なんですが、なんとか乗り越えて今月が終わろうとしています。そう、それでまあ帰ってくの遅くなってしまったんですが、ここで私のマブダチ茂木さんが 昨日はお家に来てくれてお祝いしてもらいました。ありがとう、ぶっちゃん。
でもなんか多分卒業公演以来会ってないんじゃないかな。なんか茂木さんがなんかみおんちゃん立ちしようとしてたとか言ってきて、全然 LINE してなかったんですよ。なんか一回なんかね用があって LINE した、聞きたいことがあったのかな。あとゆなもぎおの TikTok をね今全部茂木さんの携帯に保存されてるので、茂木さんに載せるのを全部やってもらってて、そう、それ今日の分載せてくださいお願いしますっていうリマインドを LINE でしたりとか、もうそれぐらいの感じだったんですけど、なんかだから LINE 全然してなくて疎遠でそれは嘘仲良すぎて LINE してなくてだったんですけど、そう、それはまあ私もちょっといろいろバタバタしてたし、私からも LINE してなかったけど、確かに茂木さんからもあんま LINE 来ないなって思ってたら、なんかわざとみおんちゃん立ちしてたとか言ってひどい。でも全然変わらずでした。え、この時、あ、そっか、これ視聴数みたいな感じか、びっくりした、ありがとうございます。あ、明日茂木さん写真集発売おめでとう、楽しみ。そうだ、なんか実物持ってこようと思ったのに忘れたって昨日言われました。まだね本の状態では見てなくて、でもデータで全ページ見せてもらったし、なんなら写真どっちがいいとかのセレクトもなぜか私がしたりしたので、中身は知ってはいるんですけど、早くサイン入りの実物が欲しい。あ、タワーが増えている気がする。上から行こう。おー、たけちゃんもう一個ありがとう、大好きって書いてある。そしてありさちゃんありがとう。お、またくまさんだ。あー、ないこさんありがとう。アイナナの話いつもしちゃう、なんならアイナナのライブ会場で会っちゃったアイナナオタクすぎてお互い、ありがとうございます。あ、そうですね、まあそんな感じで誕生日を過ごしつつ、 LINE もいっぱいいただいて、おめでとう LINE 一番乗りはまなみでした。さすがマブ、ありがとう。スタンバってたんだって、かわいい。あとまあ両親とか、あとおりんとかも結構早かった気がする。後輩からもたくさん来てた。一やるなーだよね。ちょっと今日はスタバ飲みながら、もう大人の女性なんで今日すごい大人じゃない ?26 だーって感じする。この服もちょっと大人な感じで。うん、日付変わる前には一応帰れました。スターバックスラテガムシロ1個入れてる。なんかもうさ、スタバのやっぱフラペチーノとかも大好きだし、やっぱ限定のやつで美味しそうなのあったらそりゃ季節に1回は買ったりするんですけど、でもなんかふとスタバ飲みたいなっていう時に、昔だったら絶対キャラメルフラペチーノとかをさもりもり頼んでたのに、あ、アイスのスターバックスラテでみたいな感じになるのがすごい大人になったなって思う。うん、ね、今のオペラフラペチーノ白いやつ飲みたい、ホワイト飲みたいんですけどまだちょっと飲めてない。この間スタバとマックとめっちゃどっちも食べたかった、飲みたかったけどマックを取ってしまったので、ちょっとオペラフラペチーノまだ手を出せてないですね。こんな感じ。なんかやばいよね、26歳。あ、山おじさんありがとう。くま
皆さん他にもいろいろありがとうございます。あれ、なんか10連のなんかとかで私が気づけてないのあったら教えてくださいね。あ、期間限定のナゲットは食べた。黒胡椒なんとかみたいな感じでしょ。それを、そっちを食べてました。え、今日のここの巻きめっちゃうまくいってない？このライン。というか、そうなんです。髪の毛も、はい、明るく染めてしまいまして。ね、髪染めてからも初ショールームなので、まあ今は、もうラベンダーというかもうほぼシルバー、グレーシルバーみたいな感じにだいぶ色落ちしてなってるんですけど、頭の方はね生で見たら結構紫、なんかグラデーションになってる。そうしたかったわけではないんですけど、下の方がもうマジ痛みすぎてあんまりもう色が入りにくくなっちゃってるので、私だからこの辺はねすごい鮮やかに色が出るんだけど、やっぱ下の方は結構白っぽく最初からなっちゃうんですけど、でもそれも含めてなんかおしゃれ、お気に入り。そうなの、ゆうちゃんがさあんなもう本当に桜を咲かせるなんて激かわ。突然のゆう音ギャルか。なんかね、そうなんです。なんで髪を染めたかと言いますと、今日はね話したいことがいっぱいありますね。もう結構半年、もう1年前も経ってないかな、でも結構前からハイトーンやりたいっていう気持ちはずっとあって、一回4月のハルコンピアアリーナの時に実はブリッジ的なことをした気がするんだけど、そんなに勇気が出なくて、まあ、ちょっと抑えめの色にしたのであんまりみんなには気づかれてないと思うんですけど、そう、てかブリーチも3回目なのよ。私は一番最初に21歳ぐらいで誕生日付近に髪を初めて染めた時にブリーチがなんだか分かんなくて、なんかよくみんなブリーチしたとか言ってるな、もぎさんとかよく言ってるよなみたいな感覚のまま、ブリーチしますかって言われて、なんかあ、じゃあはいみたいなって言っちゃって、そしたらまあびっくりだよね。なんかさりげな茶髪になると思ったらとんでもない初回から明るくなっちゃって、あ、やばいって思ったんですけど、まあそれはそれですぐ色落ちしたもんね、あれ。そう、ちょっと茂木さんの言ってるあれは違う世界の話だったみたいっていうのが1回目で、で多分この間のその春子の時のが2回目で、今回3回目になるんですけど、まあその春子の時になんか私髪型でこうコンサートで髪型でサプライズ的なことなんかしたいなってふと思ってたわけで、おバッサリ髪切るかとかも考えたんだけど、いやでも髪の長い間にブリーチとかハイトーンやって傷んじゃったら切ればいいんだって思って、だから順番をそっちを先にしようって思ったので、もうめっちゃ明るくしたい、ピンクとかもやりたかったんですけど、一応総監督というのも私の中には結構一個あって、いや総監督がそんなめっちゃ派手髪なのちょっと気まずいよなって思って、だからその総監督退任の発表、まあできたらそう全部完全に退任した後に心機一転髪をバーンって明るくしようって思ったんですけど、でちょうどその1月にユナモギョンコンサートが決まったので、あ、じゃあこのタイミングで私のメンバーカラーでもあるピンクにコンサートでいきなり登場しようって思って、まあ結果的にその完全に退任しきってない状態の時にピンクにしてしまったので、それはすいませんなんですけど、まあ一応発表もできたし、すごい一個自分の中では大きな最後の大仕事が終わったっていう感覚だったので、その次に引き継ぐっていうのがね、なのでやっちまいました。いやピンクね良かったよね、自分的にも
楽しかった。鏡見るのが自分じゃないみたいで。でそのなんかゆうちゃんがピンクにするっていう話は聞いてて、 MC でもちらっと話したんですけど、え本当にゆうちゃん今回やるのかなって思ってたんだけど、なんかガチの顔をしてたので本気の目をしてたので、おっと思って、でせっかくだったら、でそうやっぱ今回主役がひーちゃんだったから、ひーちゃんの髪色には絶対被んないようにしようと思ってて、ひーちゃんが今回コンサートを金髪でやるっていうのを聞いたので、私結構もうピンクが落ちて金に近くなっちゃってたから、あこれは染め直しに行こうと思い、でゆうちゃんもピンクにするんだったらちょっと違う色に私やってみようかなと思って、もう一個やってみたかったラベンダーに挑戦したという次第であります。でもでそうなんです。で実際今さ毛先がさすがの私も痛み始めてて、すごい頑張ってるんだよ。めっちゃケア、いいトリートメントとかお風呂上がりのあれとか、昔全然そんなのやってなかったのに、オイルとかもつけてちゃんとケアは頑張ってるし、ブリーチもにしては3回やってるにしては割と自分の髪強いなとも思うんですけど、この間レッスン場でレッスンしてた時に鏡越しに自分をさ見ながら踊ってるわけじゃん。でストレートだったの、ん？なんかまず髪の量が減ってるし、この辺がこんな私髪すいてたっけみたいな。でこの辺になんか短いレイヤーみたいなのが入ってて、こんだけあったっけな。でよくよく見たらどっちだっけな、こっちか、なんか右の方が髪長くねって気づいてあれ私が傾いてんのかなって思ったけど、こうやって触ってみたら明らかにね、こっちの方がなんかもう毛が切れちゃって短いのちょっとだけしっかり、はい、まあでも巻いたら分かんないんで切れました。もうちょっとくしとくだけでさ、短い毛みたいなのが大量に、大量ではないけどパサパサって落ちるもん洗面台に。まあでもロング気に入ってるので、いろんな髪型できるしね、結局ロングの方が。全然今んとこ髪切る予定はないんですけど、まあでもみんな驚かせるの好きなので、急に突然ショートになったりとかもあるかもしれない。ありがとうございます、誕生日お祝いしてくれて。読み逃しないかな、え、やばい、もうこれ以上下行けなくなっちゃった。ちょっと読み逃しいたら教えてくださいね。お、やばい、ありがとう。タワー、マミちゃん、ありがとう。そして、つよぴー、ありがとう。お、そしてあさっちさん、くま、ありがとうございます、感謝ゆうなも読んで黒髪なのなあちゃんだけなのじわる。確かに一番の派手髪だった人がマジすごい、全員派手髪経験者になったね。そうだからユナモギョンコンサートの振り返りとかもできてなかったのでしたいんですけど、その前にちょっとね、お部屋が寒いですね、ちょっと失礼します。はい、ちょっとエアコン調整しました。いやそうなんですよ、
ユナモギョンの、まあ、まずその皆さん気になって動画に関してなんですけど、今月中に上がると上がるよ、どうかな。いや、あの、これは誰も悪くないですよ。まずゆうちゃんの今頑張って編集しているなんかすごい長いマックの動画、これね。でもゆうちゃん今すごい頑張ってます、かなり進んだという情報を私は耳にしました。もうほぼほぼ終わってるっぽいんだけど、まあでもさ、そんなゆうちゃんもさ毎日忙しいわけですよ。同じ、私と同じさ、あのスケジュールでいろんな公演とかね、曲を覚えながらも今日もゆうちゃんは波動に出ていたりとか、編集する時間なんてどこにあんだいって私本当に無理だと思ってたんですけど、でもちゃんともうテロップとか全部入れ終わったみたいなこと言ってて、みたいな、テロップ入れてくれてんのと思って、本当にありがとう。だから一旦そのまあ Mac の動画が上がってから最後のコンサートの裏側の動画を上げたいと思ってるので、まあ、順番的にはやっぱね、ラストの動画はそのコンサートのやつがいいので、それがあと3日以内に2本上がるのかはちょっとわかんないんですけど、ちょっとだけだから延長しちゃうかもね。でもそう、まあ、コンサートの動画はもう私たちじゃなくてスタッフさんにお願いして、最後すごいものを作ってもらってて、先にちょっと話しちゃうんですけど、マジで、ちゃんとメイキングすごい。でも楽しみにしててください。なんかもう一個番組かなみたいな、あくまでも YouTube のいつものテンションではあるんだけど、なのでめっちゃ長動画です激長、多分過去一ぐらいかもしれない、わかんない、もうちょっとつまむかもとは言ってたんですけど、なのでラスト楽しみにしててください。まあ、でもね、私もせっかく編集をこの YouTube を通して覚えれたので、なんか今後もそういうの活かしていきたいなとは思ってるんですけど、なんかねパソコン使ってお仕事したいアイドルしながら、そうって感じで、あとはセトリの話とか、ユナモギオンコンサートはね、そう4人で考えたんです、セトリちゃんとうちに集まって結構その本番よりも何ヶ月か前にコンサートやれるかもっていうのが決まったタイミングがあったので、その時になぜかうちにみんな集合して床に座りながらこの曲はこの曲はみたいな言ってて、でもなんか私たちがそのもうプライベートで本当に遊びで、なんかもしユナモギョンコンサートができるならっていうのを昔考えたことがあったんだよね。多分お酒とか飲みながらノリで、あ、この曲やろうよみたいなのを考えてて、それをそのメモがなんと私残ってたので、結構それを元にもしながらセトリをいろいろ考えました。なんか頭からもうなんだろう、いつものユナモギョン楽しい YouTube イエーイみたいな雰囲気のオープニングにするのか、それとももういきなり頭でかっこよく表面張力みたいなのをやるのか、その並べ替え、あ、おーが来た、ありがとうございます。お、龍音ありがとう、かわいいこれとかって考えたんですけど、まあいくらでもそのイエーイみたいな楽しい感じは後半でもいつでも出せると思ったので、やっぱ最初はその表面張力でドンってこうユナモギョンが出てきて、なんだろう、なんか
すごい人たちっぽく見えたらいいよねって言って、それを M1 にした気がする。なんか多分めちゃくちゃさ YouTube とかやってるとやっぱ裏側もう全部出してるので、すごい親近感が絶対あると思うし、親近感を持っていただけてたらすごい嬉しいんですけどって思ってたのにみたいな、実はそんなにかっこいいのユナモギョンみたいな感じでね、見てほしくてね。なんか表面張力はもともとはね、なあちゃんと私がだけ折り面なんですけど、ジュリさん、マコさんが卒業してからはなんかね、リクハワとかからだっけ、気づいたらユナモギヨンでやらせてもらえる機会がすごい多くて本当に嬉しい。だからしかもさ、なんかリクアワでさ M1 があの表面張力だったことありましたよね、25位が。だから私たち4人でライブが始まるっていう日があって、なんかそういうのもすごい思い出深かったので M1 にして、からの2人乗りの自転車は私たち研究生ね、同じパジャマドライブ公演やってたので、その2人の自転車とハートの脱出ゲームはもう同じ、すごくない？ 4 人が同じチームだった時があるんだよ、すごいよね。そう、研究生時代とチーム4時代を共に過ごしてましたねっていう感じで、懐かしい曲もやりつつなんかその瀬戸利会議の時にあの脱出ゲームの掛け声のとこどうするって話してて、なんかユーナモギオン最高とかまではいいんだけど、チーム4のところをさチームんみたいな感じで考えてて、その時にふざけてユーナモギオン最高うーイエーイってこれでよくねみたいなことを本当にふざけて言ってたんだけどそれになった本番もやばすぎ、ふざけすぎてる、うーイエーイってダサすぎるはい、それで本番やりました。でね、衣装は、まあ、最初コート着てましたけど、表面重力でコート脱いで、あの春の光近づいた夏の衣装、あれめっちゃ可愛いよね。それに名前をわざわざ入れていただいてて、それ当日まで知らなかったのでびっくりしました。朝衣装見た時、衣装さんが私たちにもうわざわざ言わずにそういうのをつけてくれてて、ワッペンを、やばい、もう衣装さんの愛が今回すごすぎて本当に。だってユニットブロックとかも結構早着替え大変だったり、一曲でみんな着替えなきゃいけなかったり、なんかそういう衣装への要望もたくさん言っちゃったのに全部用意してくださって本当に感謝ですっていうのがあっての、まあユニットブロックは、私は隣のバナナ遊音公演のね思い出の、まあそれぞれのコンビのなんか思い出深い曲みたいなのを選んだりしたんですけど、なんだっけ、バナナと、君が思ってるよりとスキャンダラス、いやそうなんです、まあね、なんだっけ、君が思ってるよりは一応向かい一チーム A ってことで、なあちゃんと私の思い出深い曲で、まあ、本当はねなあちゃんと一緒に2人で歌う予定ではあったんですけど、まさかこの今までずっと8人とかチーム A 全員で歌ってたこの曲をソロで歌うことになるとは思わなくて、大丈夫かって私一人で本当にこれ歌えるって思ってたんだけど、そう、なんかその終わった後の握手会とかでめっちゃ好評で、君が思ってるよりのミーヨンがめちゃくちゃ良かったみたいな風になんかすごい言ってもらえて嬉しかったです。でもすっごい楽しかった、なんかあれ、あの曲いいよね、やっぱ盛り上がるし。そうとかもありつつ、
あと茂木さんとのスキャンダラスはもうね、なんか私がすっごいやりたかったんだよ。茂木さんとやりたい曲、その茂木さんが AKB を卒業するまでに茂木音でやりたい曲ってもちろんいくつかあって、それこそまあ推し飯とかも一回候補に出たし、あとまあ思い出のほとんどもどこかで絶対歌いたいとかいろいろ考えてたんですけど、結局その茂木さんの卒業公演の方に思い出のほとんど入れてもらえるっていうのをになったので、じゃあこっちはちょっと茂木音っぽいなんかはっちゃけてる、自由にはっちゃけてる感じの、本当になんか茂木音っぽい感じだな、雰囲気だなと思って、なので歌えてめっちゃ嬉しかったです。しかもあれ、ジャケットもさ、え、なんかスキャンダラスの衣装って多分たくさんいろんなパターンのやつがあるんですけど、画像検索で、あの衣装も今回自分たちで画像検索とかでこれがいいですみたいなのを送ったりしてて、そうスキャンダラスの衣装調べてたらさ、ちょうどさ小島さんと優子さんので、あのピンクと青のライダースを着てるやつがあって、もうあまりにもだってカラーやん、絶対これがいいって思ってそれを用意していただいたんですけど、そしたらそれもさ当日行ってみたらちゃんとさ模擬音みたいな、ミヨン、モギーみたいなのを入れてくださってて、もう本当に優しい、ありがとうございます。読み忘れないかな、大丈夫ですかね。そう、私スキャンダラス自体は何回かやったことあって、レナッチとあとあやなんちゃんってやったことあるのかな。チーム4の2014年とかの全国ツアーの時に、あ、本当はそうそうそう、ゆりあちゃんとれなっちがゆりれなでやってて、でもゆりあちゃんが急遽体調不良かなんかで出なくなっちゃった時に、私が1回だけ代打で多分やった気がするんですけど、その時にさ、あの衣装って絶対そのやる人の名前、コンビ名を書いてくれるわけ、ジャケットにデザイン入れてくれるんだけど、レナオンって入ってて、その日行ったら、その時の私はオンちゃんとか一回も呼ばれてないぐらいの感じだったんですよ、なんせ2014年なので。だから人と自分がコンビ名になる時に、で今までチーワダとかしかなかったんだよ私ってオンなんだってすごいなんか衝撃を受けたのを覚えてる。チーワダもさ、なんか私が切り取る部分、名前で切り取る部分がなんかあんまなさすぎて、もうチーワダにしようぜと、だチーカムさんのチー取ってんのやばいじゃんってぐらいだったのに、そう、その時に衣装さんがレナオンにしてくれて、あ、私ってオンなんだって思ったら、今となってはもうオンですからね日本語オンに目覚めた、自分の中のオンが芽生えた瞬間でした。そんな思い出のスキャンダラス。そう、てかオンちゃんっていうあだ名もそれこそその衣装さんたち、おしゃれの皆さんが気づいたら私のことなんかオンちゃんってふざけて呼んでくれるようになって、そっからメンバーに伝染していった気がするのでね、マジで衣装さんたちが私の恩を目覚めさせてくれた。もうさ、サインもさ、オンにしちゃってるしね私結構気づかれてると思うんですけど、今まで AKB48 ミーヨンって右上に書いてたんですけど、まあ、ほんと今ミーヨンって呼んでくれる人とオンちゃんって呼んでくれる人が半々なの。多分 YouTube から好きになってくれた方はオンちゃんって私のことを呼んでくれるらしいので、呼んでくれるらしいじゃない、呼んでくれてるので、だから、まあ、ミーオンじゃなくてもこの際オンだけでも誰だか分かるよなって思って、どっちにも通用するようにもうオンにしちゃったサイン。そう、
でもやっぱ昔から私を応援してくれてる人はミーヨンって未だに呼んでくれるので、ミーヨンの方も大事に、でどっちかに統一したいとかは全くないです。で私はなんか小島さんがこじはるとか、なんかまあ一応公式はこじはるだけど、別でにゃんにゃんっていうあだ名があるのがなんかすごい可愛くて羨ましくていいなって思ってたんですよ。なんかそういうのが自分にもできたみたいですごい嬉しかった。おんちゃんとみよんって2つあるのが、こじぱ懐かしい。後輩はもうみよんさんもそうだけど、おんさんって言われることめっちゃ多い。おんさん嬉しい、わかる、真中のイメージだよね。今私もなんか脳内で真中の声が響いたもん。真中も誕生日 LINE くれて、おんさんお誕生日おめでとうございます。出だしがおんさんだった。真中とかなるちゃんとかなんかりんちゃんとか、おんさんってその辺の声が響きますね今。おりんはなんか最近ね、おんちゃんってふざけたテンションでおんちゃんだーって近づいてくる、かわいい。そうですね、そんな感じ。なんか全然関係ない話になっちゃった。スキャンダラスの話からこんなに派生すると思わなかった。てかもう45分くらい経つし、あ、5分くらいで始まったから40分くらいか。そうなの。あ、コンクミさん読んでないよねこれ。ありがとうございます、タワー。読み忘れあったら教えてください。まあそうですね、1時間ちょいぐらい、18時過ぎぐらいまでできたらいいなと思ってはいるんですけど、そう、もぎさんはみおんちゃんって呼んでくれるから、もぎさんだけかな、みおんちゃんってメンバーで呼んでるの。てか私の周りでそうやって呼んでるの、なんかすごい甘やかされてる気分になる。みおんちゃんって、そうだね、ゆうなはもうおんちゃんだね。そうじゃん、18時から波動か。そう、あんまりかぶりたくないですよね。まあちょっとかぶっちゃうとは思うんだけど。ん、そう、エリーはみーおんちゃんだよ、無理やり昔呼ばせたから。ちょっとみーおんちゃん増やしたい、かわいい後輩がみーおんちゃんって呼んでくれんの。まきちゃんありがとう、あらかほちゃんもありがとう、二人一緒にいる。同じやつを同時にくれた。みおんって呼ぶ、全然いる、こみせいちゃん、めぐはおんちゃんだな。やっぱ同期はみおんって呼びますよね、なんかそういうのいいよね。オンタン、オンタン誰かいるよな、誰だ、オンタン、あやなんちゃんとか。そうだった気もする。あ、確かにゆきさんもみおんって呼ぶわ。あ、たまにおんちゃんもあるけど、どっちもある気がする。あ、キーちゃん、キアラちゃん、キアラちゃん確かにオンタンって、オンタンって呼ぶわ。なんか劇場のロッカーがわざわざ誰のロッカーとかその名前を書く、なんか名札みたいなのが別にないんですよ。だから正直自由に自分で空いてるとこを探して勝手にみんな使っていいみたいな感じ
感じなんですけど、とある年の大掃除の時かなんかに、多分一応分かる人だけでも名前を貼っとこうみたいな感じになったらしくて、でもちゃんと札とかはないから、あの白目の養生テープにマッキーで誰々のみたいな感じで貼ってくれてたんですけど、その時にひーちゃんが多分なんか音音総監督のロッカーみたいな超ひらがなでこんな感じのことを書いて貼ってくれてたので、それからもずっとそのままです。もぎさんはもぎ丸一丸二丸三があった3つも使うな。オンタマもあるね。オンタマはたまにもぎさんとかなあちゃんとかも呼ぶな。ちょっと全然関係ない話一回なもぎょに戻ろ。そんな感じでユニットもあって、あ、でもそうなんです、まあとにかくユニットブロックとかに関しての裏話は全部その YouTube の方にを見ればわかると思うので楽しみにしててください。でからの、あ、そうだ、早着替えコーナーと、ネモハモ目隠しネモハモルーマーだね。そう、ここはもうめちゃくちゃ YouTuber って感じで、絶対普段のライブでさ、そんな早着替え対決なんて生でしないじゃん。なんか本当に私たちならではだなと思って、すごいうちらってなんか YouTuber やったんやなみたいな気持ちになった。めっちゃ楽しかった。そう、目隠しはドッキリもされたし本当に知らなかった、まさかやんないやろって一回思ったよ。一回頭にちらついて、いやでもさすがにやんないでしょうって思ったけどやられたマジでやばすぎる。そう、でも思ったよりなんかもう本当にあれステージからさ落ちるんじゃないかと思ってめっちゃ怖かったんですけど、意外とちゃんとめっちゃ踊ってた自分。ユーモギの方が、夜声のユーモギの方がなんかもう踊るの諦めてて面白かった。なんか早着替え対決とかは本当は直前までやる予定ではなくて、ただ MC でその着替えをつなぐっていうこともできたんですけど、いつものライブみたいに。でもな、結構尺長くなっちゃいそうだしどうするみたいなのを割と数日前ぐらいにねかな話してた時に、これはね我ながら私がひらめいたんですよ。え、昔あの早替え対決の企画やってるしそれやっちゃえばいいんじゃねみたいな言ったら、お前が天才ってもぎさんに言われたそう、いや我ながらちょっと冴えてましたね。てかもう過去にそういう企画をやってるのが伏線回収すぎ、ありがとう自分たち昔の感じで、そんな企画コーナーもやりつつで最後、あ、からのネイビーひまわり涙は後回し言い訳メイビー。なんか基本的に今回のセトリはやっぱり私たちにの今までの AKB のでの歴史に関わる曲、またはそのユーナーモギオンとして何かしらこう触れたことのある曲を中心に作ろうっていう風になってたので、まあなんかシングル曲やりたいねってなった時に言い訳メイビーは踊ってみたを4人でやってたので選びました。ひまわりはユナモギョンではやってないけど、まあ4人曲といえばっていうのもあるし歌詞もすごいいいから4人でね、まあ3人にはなってしまったんですけど、でもそれの理由で入れて、なんか AKB のいろんな4人曲をこちらで やり尽くしたいよねみたいな話もね昔あったんだよね。結局それは全然できなかったけど、まあ、だからひまわりもそのうちの一つだったのでできてよかったですね。
そう、しかもみんなひまわり経験者でしょ、もともと今僕隊でもやってるし。で、涙は後回しですよ。もう本当に絶対にこれは本編ラストはこれだって私は相談、みんなと会議する前から絶対そうしたいと思ってた。本当にいい歌詞じゃない？もうあの歌詞で何回泣きそうになったか分かんない。リハの時から無理だった。もうぴったり。やっぱり残るユーオンが卒業するした旅立っていくナーモギを送る、見送るような構成にしたいよねっていうのは話してて、だから基本的に2人が真ん中で歌ってて、ユーオンが両脇からみたいな感じなんですけど、落ちサビんとこ大好き。涙は後回しだ、決心揺らがぬように少し重いキャリーバッグを引きながらバスに乗る君にピースした。良すぎないここ？少し重いキャリーバッグを引きながら、うん、いろんな決意とか夢とか希望とか不安とかさあ、いろんなものをそのキャリーバッグに詰めて旅立っていく、そんな相手にピースするんだよ。キャリーバッグみんなで弾いてた。頑張るなはユーオンしか歌ってないんですよ。歌わりも考えました自分たちで。その時も麦さんにお前が天才って言われた気がする。気づいた、嬉しい。って感じで、はい、まあ、涙後回しもね、その昔4人ともいた峯岸チーム4のアルバムの曲かな、なので本当に 1,2 回ぐらいしか披露してないんですけど、ここに来てまた歌えて嬉しかったです。マジで卒業の定番曲になるべきだと思う。いい曲すぎる。で本編終わってアンコールね、あの奇跡映像みたいなのなんかもめっちゃ泣けた。わざわざあれ作っていただいて本当にありがとうございます。からのわっしょゆうなもぎよん、はい、これもねパジャドラ公演のレッツゴーでもよかったけどね、レッツゴー研究、あー、うん、レッツゴー研究生だったので、あの時。お、タワー、お、やたろうさんありがとう。お、たー、アットマークミヨンたんおしさんもありがとう。お、かずのこさんありがとうございます。くまー、見逃しあったら教えてください。そうそうそう、なあちゃんのパネル使い麦さんプロすぎてマジでおもろい。リハの時すごい手こずってたのに本番完璧で面白かった。あの後ろのモニターに流れてた画像も本当は全然違う企画でなんか使おうと思って撮ってた写真だったんですけど、その使えてなかった、まだ世に出せてなかったので、結局あそこで日の目を浴びることができて成仏できました。よかった。からの、あ、あとよろしくわっしょいの一番最後のとこで私がこうなんかおみこしみたいに担がれるやつも、なぜかユーナーがあれを絶対やりたいって言ってて、実際あの本家のわっしょい B でも
振り付けとしてそうなってるんですよ。でそれをおんちゃんを持ち上げたいみたいなことをなんかずっと言ってて、だからなんかああいうことになってたんですけど。で涙サプライズね、まあ、それは4周年おめでとうっていうのと、あとやっぱ昔もしユナモギを4人で歌番組に出たらっていう動画を、あれさ今思うとすごいよね、わざわざ劇場貸してもらって照明もつけてもらって衣装も貸してもらってカメラワークも本当の歌番組みたいに、あのオンデマチームの方が協力してやってくださって、え、すっごい恵まれてたんだなってなんか改めて思った。あれは簡単なことじゃないです本当に。多分当時もそれを実現にこぎつけるまでにすごい大変だったとは思うんだけど、でそっからさ実際に1年後にはさ本当にカウントダウン TV でナミサプで4人で歌番組出てさ、その1年後とかにはもう全員が選抜だったりとかしてさ、で最後に4人だけでのコンサートができてそこで踊れるってやばくない？とんでもない、ありがとうございました。あとケーキも可愛かった。ケーキのデザイン知らなくて当日本番昼公演で初めて見て、めっちゃ可愛すぎた、あの人形みたいなのが乗ってると思わなくて、てかあんな大きいと思わなくて、マジで天才。そうあとさセットとかもさ全部あのバルーンの色が私たちの4人の色になってて、グッズとかも本当に、うん、夢が叶いました。もちろん食べたよケーキ。そうその人形食べてたら頭の部分だけ取れちゃった逆生首ゆうちゃんを持ってるゆうちゃんの画像がある、私のフォルダには。あと全員の人形がケーキからあのもうカットしてそれぞれ結構食べちゃった後に全員の人形がもうこんなになって皿に倒れてるグロ画像もある。見たい。じゃあウィバースに送ります。って感じで、で最後がリップグロスですね、はい、もう一番の思い出の曲、もうイントロだけでね泣きそうになっちゃいますもんね。最後は4人で歌えて本当によかった、いっぱい泣いた。僕はずっと忘れない、永遠に輝く唇を。この曲って最後に歌うにはあまりにも良すぎるよね、何にしたって。ユナモギもそうだし、モギさんの卒業公演とかもそうですけど、僕はずっと忘れないって、永遠に輝く唇をって、やばいよ、いい曲すぎる本当に。切ない、切ないけどなんかキラキラしてる、眩しい。そんな感じです。あ、タワ来た、お、キムリーさん、キムちゃん、タワありがとう、そしてギブソンさんもありがとう。おお、うん、大丈夫、読んだはず。あ、やばい、皆さん波動始まりました。ポッケムリにエナジーを投げてください。ポッケムリ、ポッケムリ、早く出たい、ポッケムリで。真中率いる C についていくんで、ポッケムリよろしくお願いします、応援。
感じで、うん、可愛いよねポッキムリってなんかじわじわくる可愛くて。あ、もう私が出る日発表されました。おお、そうそうそう、2月21日私ポッケムリ初出場します。ぜひ応援に来てください。よい、ポッケムリ T シャツも可愛い。でもあのポッケムリって書いてあるフォント、なんか YouTube でよく使ってたフォントな気がする。私持ってると思う、あの T シャツ作れそう最近の推しリップ、このシピシピがめっちゃ可愛い、色すごく発色がいいです。こちら私なんか何、乾燥しない、カピカピパサパサしない03番。そしてこちらもシピシピ、これがマジで激カワ、ガラスプランパー01、これ自分で買いました、珍しく。私ね、自分であんまりコスメも服も最近全然買わないんですけど、本当にたまたま入ったロフトかなんかで売ってて、シピシピちょっと気になってたので。あとそう、ふくれなさんがちょっと可愛くて、めちゃくちゃ結婚発表の写真か動画かなんか見た時に、え、めっちゃ可愛いってなって、そこからなんかたまに見ちゃうんですけど、のプロデュースのシピシピ、はい、私も可愛くなりたいと思って買いましたあ、そう、タンプレといえば茂木さんからなんとタンプレいただきまして、はい、もう私のこと本当によくわかってる。やっぱ私自分でその今言ったように美容のもの買わないので、だからスキンケア系も本当に買わないのよ。何でもいいって思っちゃうの。薬局のプチプラ最高、それも最高って思ってるので使ってるんですけど、去年か一昨年、去年かなにコスメデコルテの化粧水乳液のセットみたいなのをプレゼントしてくれて、めっちゃいいのよそれが。でそれをまあ1年ずっと使ってて、さすがに乳液の方がなくなっちゃったんですけど、そしたらでそれもなんかなぜか茂木さんに把握されてたわけ、もう乳液ないでしょってまあ茂木さんもうち来てる、うち来たらそのセット使ってたからさ、バレてるな当然なんですけど。あ、新時さん、あんたは夢忘れてた、ごめんね、ありがとう。あと、あら、かほちゃん2個目、ありがとう。くま、あ、やばいパソコンついちゃったドゥーンじゃないよ、すいません。そう、化粧水乳液の残量把握されてるんですけど、それで、え、1年持たない、いや1年はさすがになんか1、2ヶ月前ぐらいなくなった気がするから、はい、1年は持ってないと思う。あと前回ももらってすぐ使い始めたわけじゃなくて、なんか私もったいなくて高いもの使い始めれないのよ。はい、それも良くない、せっかくもらったり買ったりしてんのにさ眠ったままみたいなことがよくあるので、それは良くないなと思って、いいものはすぐ使おうっていう風に今は思っているんですけれども、まあそんな感じで、でもね乳液がなくなっちゃったと。そしたらなんと茂木さん、今年私もコスメデコルテのクリーム知ってる？めっちゃいいやつ、なんかこういう丸くて低めのこういうやつ、あれ本当になんかさ、なんだっけ、肌睡眠がプラス3時間睡眠したお肌になるみたいなキャッチコピーのやつで、私もすごい知ってて、多分てか私茂木さんにあげたことある気もするな、去年の誕生日とかなんかそういうリクエストされてそれあげた気もしなくもない。まあとにかくめちゃくちゃ良いらしいっていうのは知ってたんですけど、まあ自分で手を出すわけがなくて、はい、そしたら茂木さんがプレゼントしてくれました。でさっきさ初めて使ったわけ、
もう高いやつだからもったいないから、その一回さ、新品だとシート挟まってると思うんですけど、透明なシートの裏のところからまず使ったわけもったいないもったいないと思って、そしたらなんかもう今まで出会ってきたクリームとは比べ物にならんぐらいなんかめっちゃ良くて、質感何あれマジで、お肌がなんかもうプルンプルン、これ毎日使ってたら本当に私のお肌どうなってしまうんだろうっていうくらいなんかすごい良かったんですよ。こんなしっとりなんか高級そうな肌に塗っただけでなれるんだみたいな感じ、すごい PR みたいになっちゃったけどはい、それをだから私はこれから使って、もうね26歳なのでお肌とかも気にしないといけませんから、ちゃんとやっていきたいと思います。でもねすごいんだよ、私マジで最近メイク落とすようになったの、すごいです。これは落とさないでつい寝てしまうことが、前はマジで普通に週の半分ぐらいあったんだけど、だからもう月の半分言い過ぎ3日に1回はメイク落とさず寝るぐらいの感じだったのが、今は本当に毎日落としてて、どんなに、まあ、疲れてても、あのもうお風呂に入るのが本当にしんどい、もうめんどくさいって思っても顔だけは洗ったり、もうそれさえも嫌だってなったらちゃんと拭き取りで落としてから寝るようにしてて、月に1回落とさず寝ちゃうかなってぐらいになった。大成長やばいやばい、待って、年間100日落としてなかったのすごい、そうやって言われてなんかやばいね、そりゃそりゃ大変だ、落とすべきだ。はい、なのでちょっとずつ私もしかしてズボラ、脱ズボラいけてるんじゃないかなと思ってますよ。いや本当にでも24歳5歳ぐらい、本当ここ2、3年とかでやっぱすごい気になるようになったお肌。今まで結構自分肌強いタイプではあるので、まあ、何してもいけるやろみたいな感じですごくケアとか怠っていたんですけど、さすがにクマも気になるし、なんかえみたいな、ちょっと老けたみたいなことを自分でやっぱ思ってしまうタイミングが増えたので、ちゃんとしようって思ってね頑張ってますとか、あと今年の目標はボディクリームを毎日塗るだったんですけど、そうですね、それはそれはまあ3日に1回週に2回ぐらいはできてるかなって感じです。ちょっとやっぱ毎日は無理、忘れちゃう。もう10分になっちゃった、15分ぐらいになったら終わりにしようかな、もうあと5分ぐらいなんですけど、波動も始まっちゃうと思うので、そう塗らないよりいいでしょう、やっぱできる時にやるっていう当たり前の話なんだけど、なんか私が昔すごい好きだった、まあ、ニコラって雑誌すごい読んでたんですけど、その中のモデルさんですごい好きな方がいて、その方のなんかフォトブックなんだスタイルブックみたいな、まだそのモデルさん当時高校生とかだったんですけど、その方のなんか本を読んでた時に、なんか毎日やらなくたっていいんだみたいな、できる時にやるだけでゼロよりはマシだみたいなことが書いてあってでもそれが私ずっと、あのモデルさんもそうやって言ってたから大丈夫、毎日できてなくても3日に1回のだけでマジ偉いって思って生きてます。え、ニコラやばいでしょ、私ニコラオタクだったんだよ、 AKB オタクになる前オタクというかマジで隅から隅まで全部ちっちゃい文字も読んでた。商品紹介のさあるやん、何どこのブランドでいくらみたいな、まあ、その部分は別にちゃんとは読んでないけど、そこもさ、なんか最初の2行ぐらいは服に
ファッションコーディネートに対するなんかポイントみたいなの書いてあったりするのよ。そういうのも全部読んで。ニコラっていうのは中学生雑誌です。まあ要はセブンティーンとかノンノとかいろいろあるじゃないですか、の中学生雑誌だけど、まあまあ大体小5小6ぐらいの子が読んでるのかな。はい、私もその時読んでて超好きだった。私はだからニコラのねモデルにねなりたかったんだよ、 AKB 入る前、 AKB に出会う前。でも150センチ以上じゃないとオーディションに参加できなくて、前も話したなこれ、当時の私は132センチぐらいしかなかったので、全然余裕で無理だったんですけど、やっと今オーディション受けれる身長になったねぐらいの感じなんですけど、だから私の一個夢はもしかして AKB のメンバーとして何かしらの形でニコラの紙面に乗ることかもしれない。あの頃の私が浮かばれます。あとそのニコラとかそういう雑誌によく出てきてたブランドでレピピアルマリオっていうのがあって、レピピがめっちゃ好きだったんですよ子供の頃。自分で買いに行って服もなんかいつもレピピばっかり着てたんですけど、そのだからもうなんか自分がニコラモデルになってレピピのお洋服を着て雑誌に乗りたいみたいな夢があったので、それは叶わなかったんですけどね。 AKB の衣装、どうしても君が好きだの制服衣装がさ、レピピの靴下なんですよ。私のやつロゴにがレピピって入ってて、やばいみたいな。仕事でお仕事でなんか公式の場でレピピを着用しできた私、すごい夢叶ってるやんと思ってすごい嬉しかったんで、その制服衣装この間のひーちゃんのコンサートの撮影タイムで着てるので、もし写真撮った方いたら見てみてください。あ、やばい。あ、まりなちゃんありがとう。2個目かな。そしていばじゅんさんありがとう。みんな誕生日お祝いしてくれてありがとうございます。なんか全然誕生日と関係ない話ばっかりしてた気がするんですけど、まあ最後にとにかく、26歳改めましてありがとうございます。まあツイッターにも書いた通り X ですね。 あ今年の目標はツイッターを X と呼べるようになることです。そう、今年はまあ一番大きな出来事としてやっぱ総監督じゃなくなるっていう AKB 人生においてもすごい節目となるような年になると思うので、3月までしっかり務めつつ、そこからはね一人のアイドルとして楽しみたいなといろいろ思っています。とにかくファンの皆さん、私を推してくれてる皆さんにもっとなんか楽しんでもらえたらいいなって、今まではその総監督だからっていうのでなかなか自分の欲を出せなかったりとか、みんなにもなんかもどかしい思いとかもしかしたらさせてしまっていたのかなとも思うので、そう総監督向井地美音としての発言が多くなっちゃったりとかねもあったんですけれども、これからはまあそういうの一回下ろしつつ、また一人のアイドルとして一メンバーとして楽しくアイドルをしていきたいなと思ってます。あとはなんだろうな、脱ズボラすることと、そうだね、人間ドック行くことと、なんか最近本というか私の大好きなホラー作家のウケツさんの「変な家2」っていう本を読んだのをきっかけに、なんか怖い系の小説をスマホで買って読むのにちょっとハマってて、本ってめっちゃ面白いなってなんか気づいたので、今年はなんかやっぱ本とか読める大人にもなりたい。
頑張ろうっていう感じで、まあちゃんとした抱負とかきっと生誕祭で言うと思います。生誕祭もいつになるかちょっと分かんないですけど、待っていてくださいってことで、皆さん本当にありがとうございました。結局すごい1時間10分15分ぐらいやっちゃった。スクショタイムとかしとく？20分までにしよう。あと3分。どうや？あとちょっと今日巻きめっちゃうまくいったんで見てください。なんかこの髪色さ、すっごいツヤツヤに見えるよね。ハイトーンってそれがいい。透明感が。オッケー。タワーが来てるという噂。おギブソンさん？2つ？あれさっきもくれたよね。3本じゃあ。ありがとうございます。感謝。あとはそうですね、皆さんからたくさんもらっている、日々もらっている愛をいっぱい返せるように、そしてさらに愛してもらえるように、愛し愛される一年にしていきたいと思います。アイドルとしても人間としても頑張りますので、26歳も応援よろしくお願いいたします。あ、そして残り2分最後に嬉しいお知らせが今日の夜8時ぐらいにあるかもねはい、という匂わせだけして終わりたいと思います。あの、いや、嬉しい、まあ嬉しいね、分かんない、ファンの方、私を推してるファンの皆さんは喜んでくれる、なんかそのなんかお仕事が決まりましたとかそういうのではないです、すいませんいいんですけど、はい、今日の8時ごろちょっと X をきっと X の方で発表されるのかな、発表でもないか、まあなんかありますよっていうことだけ。え、ってかさ、あ、ごめん、なんかあんま期待しないでハードル下げて下げて下げて、ぐいー、そんなすごい話、そろこんなわけがない、なんだっけ、ちょっと嬉しいお知らせぐらいにしとこう。だから今なんか言おうと思ったのに忘れちゃった。あ、そう、え、明日ソロイベントなのやばいですね、熱いですね。当選の皆さん、明日はよろしくお願いします。そして、まあ、来れない皆さんもなんか今後もね、そういうイベントとかまたやれたらいいなって思ってはいるので、何かの機会にまたやれる日を待っていてください。では最後ランキング読んで終わりにしたいと思います。もうすぐこうやって長々喋っちゃう癖、読み忘れいない？読み忘れられてる人ちゃんと言ってくださいね。読みます。順位13位アリサちゃん、12位マミちゃん、11位アサチさん、10位ツヨピー、9位タケシさん、8位キムリーさん、7位リュウオンさん、6位カホちゃん、5位ナイコさん、4位マリナちゃん、3位札幌タケちゃんミヨン推しさん、2位ギブソンさん、そして1位渡辺さん、ラスト29位はお同節さんでした。記念に26位も読んであげよう、26歳なので。26位はひろのりさんでした。ありがとうございました。またね、
良いお年を。